皆さんこんにちは、プロゴルファーの菅沼奈々です。今日はアプローチについて詳しくレッスンしていきたいと思います。どうぞご期待ください。まあ、昔から練習でよくお父さんともう入るまで帰らないとかっていうのを結構やってたので、感覚がもう 入ってるっていうか得意なんですけど、結構このぐらいだともうみんなパターで行くんですけど、私はアプローチが得意なので、もうここでもアプローチで行きます。これだったらどうだろう、このぐらいかな、わかんないけど、はい、でも意外と多分落ちないです。あ、一番最後のこのもうこれでもあんまりこれでこうガッてやると強く球が出ちゃうから、まあこうこういう感じで打ってます。はい、ちょっとスライスで、結構パーオン率が去年悪かったんですけど、こういうとこもまあパーオンじゃないじゃないですか。でもチップインとか結構ありました。あ、でも意外と1ヤードの練習するといいと思います。1ヤードってめちゃめちゃ難しいと思います。ここでティーを置いたりして、これ多分練習場のあのマットとかでもゴルフあの打ちっぱなしとかでもできるんですけど、この1ヤードに落とすって結構ここもうちょっとダフったら二度打ちとかなるから、ここに落とすとかっていう練習をすると結構打点が合うようになると思います。はい、1ヤードね、もう伸ばしていってもいいんですけど、1ヤードが多分結構最初は難しいと思います。このぐらい行っちゃったりとか、ちゃくっちゃったりとか、だから本当これが安定すると打点も合ってくると思います。打点がずれるとトップしたりダフったりずれると思うんですけど、これで安定してくると距離感も合ってくると思います。今回はグリーン周りのアプローチをご説明させていただきました。参考になれば嬉しいです。それではまたお会いしましょう。菅沼奈々でした。